待たせたな。小坂、セブンティーン専属モデルの卒業が発表される向井のフラットにゲストで呼ばれたニブちゃん。ゲストに呼ばれた理由は、ほぼ全員の予想通り、アメトークの芸人ドラフトで指名されたことからでした。向井さんは当時会ったことないのに指名したそうで、このラジオが初対面でした。ニブちゃんについて、ひなあい、有吉で見てると喜怒哀楽がはっきりしていて、純粋、ピュアっぽいけどいろんなこと感じてそうだな。悔しいこととかも経験してるのにピュアでいるのは難しい。そんなことの上にある純粋さが、芯も太そう。タレントとして魅力的とテレビで見ていて思ったそうです。そして指名された当日のニブちゃんはベッドで寝ようとしていたらマネージャーから連絡が来て、飛び起きて嘘でしょってなった。今回のシングルで卒業するってのもあり、見てくれる人がいらっしゃるんだと、これから悩んでる部分もあったから嬉しかった、本当に感謝してると話してました。室井慎治も同じような理由で採用されたことについても、ネットニュースで見て初めて知った、スタッフから聞いた時はこの役はニブさんしかいないと思ったと伝えられ、どこで私をと思った。バラエティとつながることがあるんだ、本当にわからないんだなぁと思ったそうです。